月2日に行ってきたジェシカのペンミの Vlog でした。が今回久しぶりにジェシカに2年ぶりのイベントで、ペンミは3年ぶりに会って、どんどん、まあ、スパも空いちゃってるし、こうやってまた日本で公演をしてくれて本当にありがとうと、幸せでいっぱいの一日でした。久しぶりにジェシカのファンの皆さんとも会えてすごい楽しかったし、いい一日をちょっと残したかったので Vlog にしてみました。あともう一つ、見てくださった方にオタクの人がいれば、もう絶対に会えるうちに、活動しているうちにもう絶対に会ってほしいなって思います。私の場合は少女時代が好きで、ジェシカがずっと好きなんですけど、ご存知の方もいらっしゃる通り、あの脱退が数年前にあったんですね。その時にはもう突然のジェシカのウェイボーの発表があって、何の話してるんだろうって、もう何も理解ができないし、ジェシカ悲しいのに何もできないし、もうこの先もう一生ジェシカに会えないのかもしれないと思って、もう何パニックですごかったです。でも今そういう時期を乗り越えて、ジェシカが一人で活動をソロとしてやってくれていて、こうやって少なくても会える機会ができて本当に感謝でいっぱいだし、もう愛ですね。なのでもう皆さんもなんか脱退があるとかそういう話じゃなくて、でもこういつ何か事務所が移動するとか、何かいろんなことがもしかしたらあり得る 0% ではないから、本当にこう好きなアイドルいるとか、 K-POP じゃなくてジャニーズとかでもそうだし、俳優とか声優とか、なんか相撲とかこう選手系、歌舞伎とかミュージカルとか、そういうのでももう自分が好きな趣味があっていっぱい楽しみたいって思ってて、それが幸せだったらもう絶対に行った方がいいと思います。大好きな人には会っていきましょう。